はい、皆さんこんにちは、ペスでございます。ワールドスタジアム5ね、続きやっていきましょう。さあ今日はマリネスとのね、オープン戦やっていきたいと思います。で、昨日ね投げなかった星野さん、あの体力減ってたからちょっと相手に入れなかったんですけどね。さあ文心くんが好調、絶好調がないピンクがないですよね。で、まあちょっと後ほど新聞の時にね、昨日どうだ、なんだっけ、スターブレーダーのね、チームガイアについてね、ちょっと確認したんでね、記憶違いもね、ちょっと一つあったんやけどね、でもなんか乗ってる機体見たらね、あのゲームかな、言って名前が出せなかったんでね、ちょっと気持ち悪かったから調べてみたんですけどね。はい、とりあえずマリーンズとの一戦やってからにしましょう。さあ、向こうはジョニーさん。さあ、向こう、これは小坂さん、さすが。ショート名手。早いね、球がね。これどうやったっけ、この頃開幕何連敗した時のね、3つは無理か。ツーベースヒット。さあ文心くん登場。文心くんはね、ちなみにもう気づきの方いるかもしれませんけど、今シーズンはきっちり4を背負っております。引っ張った、左中間の真ん中、タイムリーヒットとなりました。ツーベース。そしてクルーズさん、打ち上げた。これはファースト福浦さんが取りに行きます。流した打球、ライト線フェア、サブローさん取れない。ブシックホームイン、広沢さんツーベースヒット。そして、ペレスさん、ライト線、ギリギリ、これは当たりが良すぎました。しかしその間に広沢さん生還、ライト線ツーベース。そして檜山さん、詰まった。ここはセカンドゴロ、スリーアウト。さあタイガースは3点の先制に成功しております。1回の表、1番ショート、そうや星野さんこれやね、緩い球ね。2番セカンド、めっちゃ曲がるけどね。相手に投げてみたかったね。打ち上げました、これもセンター、赤星さん掴みました。ツーアウト。3番ファースト、今のはね、あのセカンドを反応してたから間違えたんですよ。ボーリック、ボーリックさん打ち上げた、センター赤星さん取りました、スリーアウト。さあマリーンズは、あれヒットの扱いね、エラーとはなりませんでした。さあタイガースは8番の矢野さんから、矢野、まい、ライト線フェア、矢野さんはセカンドへ行きます。ツーベースヒット。シュータさんセンター前、落とします。連続ヒット、一塁三塁。1番センター、ここは投げません。落ちた、空振り三振。そしてツーベースは放ってる坪井さん、
皆さんね、ちょっと引っ張ってみたいと思います。これはうまく引っ張れなかったけど、セカンドゴロ、4点目入りました。サポジシン君、センターへのツーベース。今度はセンターへ大きな当たり、入った。文心君ツーランホームラン。バックスクリーンに放り込みました。文心君これで6点目。さあ、クルーサー続けるか。ああ、詰まった。クルーサー初球打ちはセカンドゴロ、引っ張り込めませんでした。タイガースは2回の表3点追加、6対0としております。ショーさん、使い方が難しい、めっちゃ曲がるから。打ち上げました、緩いカーブ。これはサードペルさんへのフライ。6番レフトメイン。ほらめっちゃ曲がるんですよこれ。うわ、打ち上げました、ライトへのフライ。ファールゾーン、檜山さん取りました。ライトファールフライ。7番ライトサブロー。そもそも高校背番号2か、ね、最初はもちろん36やったんですけどね。さあ、タイガースは5番の広沢さんから。広沢さんはツーベースを第1打席で放っております。広沢、あ、ここは詰まりました。速球、速いシュート。6番サードペレス。ペレスさん今度引っ掛けました、バトン先端。7番ライト檜山。山さん一塁間しぶとく抜きました、ライト前ヒット。8番キャッチャー矢野。矢野さん初球打ちはファーストゴロ、スリーアウト。さあ、この回はタイガースはランナー出しましたけども無得点。8番キャッチャー橋本。一個調子変わるとね、もっと曲がるんですよ。めっちゃ投げ抜く。いや、これこういうのもありやね。443ダブルプレイ。1番ショート、窮屈に打ちました、レフトフライ、スリーアウト。星野さん、きっちり3回の裏もゼロに抑えております。9番ショート田中。あ、詰まってる。初球打ちセカンドゴロ、打球が上がりません。そして赤星さん、今度は引っ張りました、ライト前ヒット。さあ、ここは盗塁したいですね。レフト当てちゃった。盗塁成功、やっぱ速いね足ね。レフト線フェア。さあ、これはツーベースコースになりそう。赤星さんホームイン、坪井さんツーベースヒット、そして文心くん打ち上げてしまいました。これはセンターへ諸角さん取りました。ツーアウト、ランナー二塁で、クルーズさん指名打者、引っ張った、ライトオーバー、ツーベース、8点目。コントロールが乱れてきた。速球狙っておりましたがちょっと詰まり気味、これはセンターフライ、スリーアウト。タイガースは2点追加しました。4回の表終わって8対0。2番セカンド酒井。あ、これ甘いとこ行くと結構ヒット打たれるね。
今の外側だけど結構甘い。福浦643ダブルプレイ。4番指名打者ボーリック、あれボールになるんだ。ユルスラ打ち上げました。センター赤星さん取りました。スリーアウト。マリーンズ4回の裏もゼロ更新。さあここでピッチャー交代となります。マリーンズは河合さんへスイッチ。ピッチャー河合。あ、バットンセンター、センターフライ。7番ライト檜山。緩い球ね、引っ掛けました。これはサードゴロ。ちょっとストライクゾーン来たから反応しちゃいましたけどね。矢野さんは正直にストレート打ち返しましたけどセンターへは抜けません。小坂さん取りました。ショートゴロ、スリーアウト。この回はタイガース5回の表三者凡退。5番サード初芝。難しいな。そうやな、こういう感じやね。もうちょっと内側に、ね、曲がってくれればスイング取れるんでしょうけどね。6番レフトメイン、うん、ほとんどカーブやからね。ああ、こんな感じね、今のこれが甘いと、そう、バットに当てられちゃう。でもセンターフライ7番でもうまいこと使えばね、サブロー完封狙える。まあ体力値の問題はあるけど、なんか曲がりすぎて甘いとこ行かんようにだけねすればいい感じかもしれないね。ただ球数は結構投げさせられるからどうしても。さあシュータさん引っ張った、ツーベース。1番センター赤星。赤星さん引っ掛けた初球打ちセカンドゴロ、ランナーは三塁へ。セカンドランナー三塁へ進塁しました。あー、坪井さん打ち上げた。これは浅い。いや、戻ります。3番セカンド一塁間抜いてきました。しぶといライト前ヒット。9点目。4番指名打者クルーズ。センターへ強い打球伸びるぞ。センターオーバー、フェンスダイレクト。ルシックホームイン。10点目。クルーズさんセンターオーバーツーベース。ファースト広沢。ピッチャーゴロここはピッチャー取りました。しかしタイガースは2点追加、10対0としております。8番キャッチャー橋本。ちょこっとだけ1個、ね、入れるだけで結構。スイングアウト。これねドラゴンズでちょっと今中さん使ってみたかったね。いい練習にはなったかもしれんけどね。もろずに足音抜けてきました。三遊間レフト前ヒット。1番ショート小坂。ライト取れない。ライト前落ちました。ワンアウト一塁二塁。2番セカンド酒井。443ダブルプレー。きっちり仕事はしました星野さん。
6番サードペレス。さあ速球打ち返して左中間ツーベースヒット。7番ライト檜山引っ張った。しかしこれは切れます。ファール。インサイドスイングアウト。ヤオさん初球打ちセンター返しセンター前ヒット。さあもうね走ってもいいけど9番ショート田中ホームアウト。ツーアウト二塁三塁。そして赤星さん引っ掛けました。ファーストゴロは自らベースを踏みました。ラッキーセブンタイガースはルイにランナー貯めましたけども無得点。あいいか、うん、星野さん行こう。そのままいい当たり。しかしこれはライト檜山さん掴みました。ライトライナー。4番指名打者ボーリック。わあ強引に引っ張った。しかしこれは坪井さん取るレフトライナー。さあ今回になっていい当たりが増えてきました。マリーズ打線初芝打ち上げてくれましたレフト。しかし大きな当たり坪井さん追いつく。レフトフライ3アウト。さあ7回もきっちりゼロで抑えます星野さん。2番レフト坂井さんダイビングセカンドライナー。3番さあスリーベースが出れば文心君サイクル。打球の行方にはくれぐれもご注意ください。ああはいインサイドタイミング合わなかった。4番指名打者強い当たり。しかしこれは伸びないセンターライナー3アウト。8回の表のタイガースは三者凡退となりました。さあラプラプのピッチング星野さん。メイン見逃し三振取れそうで取れない三振やね。なかなか7番ライトサブローショートゴロ。おおギリギリツーアウトランナーなし。8番キャッチャー橋本かけました。文心君へのゴロでした。スリーアウト。8回の裏はきっちり3人で抑えました星野さん。さあ完封を目指してねこのまま行きたいところですね。この笹一発みたいな広沢いい当たりするんだけどね伸びないんでね。ちょっとね右と左の違いはあるけど太鼓さん見てるみたいね。あーこれは詰まった。ペレスさんはちょっとブルワーズさんのパワーなしバージョンみたいな感じ。7番ヒヤマさんもねあまり変わってないね設定はね。ここはフライ3つで終わりました。さあ9回の裏星野さんは完封をかけての登板。9番センター諸積この曲ね一郎さんのおまけまでいやよの中見逃し三振。多彩な変化球ショート打ち上げました。セカンドフライ。もうマリーンズ球場風がありません。あようやくまた緩い風。セカンドゴロ星野さん完封。
星野さんは結構いい活躍しそうですね。下手したあでもどうかな、防御率トップはね、中組さんのイメージでちょっと投げてるといいかもしれんけどね。一番取れるのはか、ね、星野さんかもしれませんね。はい、ということで、見事な星野さん完封勝利でしたね。文志君ホームラン1本ようやく出ました。1面を持ってかれそうやね。はい、ということで星野さんの完封。あとは結局許したのは、ああでも5安打許してるね。三振もちょこちょことはようやく取れ出したけどね、中盤以降ですけどね。まあひでタイガースが野手ね、先発全員安打なんで、まあホームランは1本しか出てないけど文句なしですね。だって二の上くんコーナーが面白いね。で今回出てるかな、あロックンロールシンクね。テクノドライビングスクール、これ何やったっけな、あのゲームね。三島財閥ベセナ拡大へヒグマ保護活動にもいるね。サンダーブレードのコマーシャルというか広告が出てませんでしたね。あれはね、スターブレイザーのね、ただチームガイアで言うと、ガイアっていう言葉を使うと、スターラスターの系列になるんですよね。でスターブレードっていう言葉を使うと、ギャラクシアン3になっちゃうんですよね。どんなこと言ってんのやろうっていうのはね、ちょっと謎なんですけどね。でも飛んでる機体見てたらね、どう見てもサンダーセプターなんですよね。まあそれが不思議ですけどね。はい、というわけで今回はこの辺で終わりたいと思います。それではさよなら。